鉄道企業体カーゴスロバキア株式会社は、スロバキアの国有企業。2002年に、スロバキア国鉄の列車運行事業を継承した、鉄道企業体株式会社の細分社化に伴い、同社の貨物列車運行事業を継承している。ZSSK カーゴ363型高直流、電気機関車が、DB カーゴのコンテナ貨車を牽引する。 ZSSK カーゴ DB カーゴチェキア共同運行のハノーファー発不法業急行貨物列車チエルナッチ総統部スロバキア積み替えヤード木材積み替え施設鉄道企業対株式会社の貨物部門売却に備えて2005年1月1日に行われた細分社化に伴い 同社の貨物鉄道事業を承継し民間に売却することを目的に発足した国有の株式会社である。2020年12月現在の職員数は4753人で、発足後の15年間で60%減少した。スロバキア国鉄線における国の輸送事業者認可を受けており、国鉄と施設利用契約を結び、 スロバキア国鉄線における貨物列車運行事業、及び国鉄線と接続する、各国鉄道線における、国際貨物列車の運行事業を行っている。この他貨物自動車輸送、貨物列車券人気及び、貨車のリース事業、車両を保守事業などを行い、ZSSK カーゴが承継した、機関区において、鉄道企業体スロバキアの地域管理区に所属する、 旅客車両の研修も受託している。また、ウクライナとの国境駅、チエルナッツソー鉄道駅及び、マチョーツェ鉄道駅の2カ所にある、東部スロバキア積み替えヤードでは、ウクライナなど、旧ソ連方面の高気線列車と欧州の、標準気線列車との間で、鉄鉱石、化学薬品類、ガス、木材など、積みに別の貨物積み替え業務を行っている。 2020年の貨物収入は、国内輸送が3450万6000ユーロ、国際輸送が1億7309万8000ユーロであった。取扱い貨物量は2622万2000トンで、内訳は、鉄鉱石が956万トンと最も多く、次いで石炭302万3000トン、金属製品291万5000トン。 建材249万7千トン、木材198万5千トン、化学薬品183万7千トン、インターモーダル輸送100万9千トンなどである。貨物鉄道輸送の主力は、社会主義時代からチェコを呼び、スロバキアで最大の製鉄所である、US スチールヒセ向けのウクライナ産鉄鉱石や、チェコ産石炭などの輸入及び、鉄鋼製品の輸出である。 年間貨物輸送実績は2007年の世界、金融危機以前には年間5000万トンに達し、以後も年間3500万トン前後を維持していたが、中国製鉄鋼製品の価格競争の影響で、US スチール個室への生産量が減少したため、2019年以降3000万トンを割り込んでいる。スロバキアにおける貨物列車運行事業には、 国の事業者認可を受けた国内外の数十社が、スロバキア国鉄と契約を結んで参入しており、激しい競合を続けている。ZSSK カーゴは、シェアの前減傾向が続く中、トラック輸送を併用した、貨車一両単位の小口貨物輸送にも力を入れている。他、他社がすでに手掛けている。 国内自動車メーカーの自動車輸出輸送など新規荷主の獲得活動を進めている。分社発足直後の2005年8月、当時のズリンダ政権は ZSS 系カーゴ売却の第一次入札を実施した。2006年2月に行った最終入札には、米国系のカーゴセントラルヨーロッパ、ハンガリー国鉄系のカルパチアンカゴ、 オーストリア国鉄系のレールカーゴオーストリアの3、コンソーシアムが参加し、レールカーゴオーストリアが事実上落札した。政府は売却益を150億から200億、スロバキアコルナと見込んでいたが、同年6月の総選挙で、ズリンダ政権が退陣したことを受け、売却は凍結された。その後2007年10月に新たに、チェコ鉄道の貨物市会社、 D カーゴが入札に参入した。共に、チェコスロバキア国鉄を前進とする歴史的経緯から、ZSSK カーゴとの共通性が極めて高いため、両国の貨物鉄道事業の国際競争力を維持できる選択肢として、運輸優勢通信省は D カーゴへの売却に前向きの姿勢を示したが、スメルと連立政権を組んでいた。 連邦制解消当時の政権党、人民党、民主スロバキア運動が反対したため実現しなかった。動力者は、スロバキア国鉄から承継した、チェコスロバキア国鉄時代の機関車及びその更新者が大半であるが、2018年には、シーメンス製の3電源方式対応3 8 3に蛍光直流電気機関車を申請投入し、 国際貨物列車などに充当。また、校内入れ替え用712系ディーゼル機関車の申請も行っている。一方で、輸送需要に応じた機関車量数の適正加策として、旧型未更新の183、型直流電気機,機関車、742系ディーゼル機関車75、751系ディーゼル機関車、752、 系ディーゼル機関車車をを中心に廃進めている2020年12月31日現在の保有動力車は468両で、このうち電気機関車が229両、ディーゼル機関車が238両、ディーゼル動車が1両である。都職はこれまで電気機関車を直流イコール緑、交流イコール赤、高直流イコール青を基調とし、 ディーゼル機関車は形式ごとに定めた、チェコスロバキア国鉄の規定色を授乳してきたが、2010年代より、濃紺、白のツートンカラーを基本とした、新規定色への変更が進行中である。2020年の自社保有化車は2016年より、約500両像の1823両で、このうちコンテナ車を含む長物車が1294両。 無害者が364両、有害者が164両である。一方他社からのリース下社は2016年には、無害者を中心に753両あったが、下社量数的成果の一環で年々減少し、2020年には0両となった。EU が2024年12月に完全実施する。 DSY 騒音規制に対応するため、2019年から2021年にかけて、保有前科者のセーリン号、従来の中鉄セーリン号から、静音タイプの LL 型合成セーリン紙に交換する改造工事を行った。ZSSK カー号が運行する貨物列車の列車種別は次の通り。ありがとうございます。